1990年代半ば、次世代機と呼ばれる最新技術を投入したゲームマシンが各社から発売されていった。ソニー、プレイステーション、セガサターン、ニンテンドー64といった 3D グラフィック処理に嘆けた試作機が次々と発表される中、その先陣を切って発売されたハードがあった。パナソニック 3DO リアル。アメリカ 3DO カンパニー社が制定した 3DO 企画第1弾であった。3DO はハードの名前ではなく、あくまで企画の名称である。1990年、アメリカの大手ゲームメーカー、エレクトロニックアーツの創始者、トリップ・ホーキンスが 3DO カンパニー社を設立。スペックなどを企画化し、それをライセンス提供することで、各ハードメーカーが販売するという、ややニュアンスは違うが、かつて一時代を築いた MSX 企画に近い形で登場した。3DO 企画はゲーム用途だけでなく、マルチメディアプレイヤーとしての側面をも持っており、3DO カンパニー社自体もゲーム機ではなくインタラクティブプレイヤーとして家電扱いしていた。そのため、組み込み用途の情報家電商品への内蔵なども考えられており、本国アメリカでは 3DO 企画の基盤を搭載した家電商品もいくつか発売されていたようである。とはいえ、メインとなるのはやはりゲーム用途であり、次世代ゲーム機の一つに数えられるだけのスペックはしっかりと備えている。CPU に 32bit RISC プロセッサー、ARM60。メインラムに 2MB。ビデオラムに 1MB。サウンドはオリジナル DSP。発色数は1677万色中 32,768色。統一規格とあり、様々なメーカーから 3DO 規格のプレイヤーが発売されており、日本からパナソニック 3DO リアル、山陽 3DO トライ、韓国 LG 電子からゴールドスター 3DO、 アメリカからサウンドブラスターで有名なクリエイティブ社の発売したパソコンの拡張スロットに差し込むことで 3DO 企画のゲームが楽しめる 3DO ブラスターが登場。 3DO 企画発表時には他のメーカーからもいくつか試作機が発表されたが、結局発売されたのはこれらの機種だけだった。日本において統一企画という性質上、各プレイヤー同士の差別化がつけづらく、一番最初に発売されたパナソニック 3DO リアルばかりが売れ、その数ヶ月後に発売された山陽 3DO トライはほとんど売れなかった。さて、先ほども述べたように 3DO はマルチメディアプレイヤーとして発売されたが、ゲーム以外で再生できるのは音楽 CD、フォト CD、CD グラフィック、ビデオ CD くらいであり、ビデオ CD に至っては専用のオプションパーツを付けないと再生できないというありさまで、
ビデオ CD 以外は他社の旧世代機でも再生可能というお粗末さ。よほどゲーム専用機として出した方が売れたのではないかと思われる。家電扱いであったことも 3DO 普及の妨げとなり、流通ルートのほとんどが家電屋となり、ゲームショップでも稀に扱う程度であった。発売当初は海外ゲームの移植などがほとんどであり、完全マニア受けとしてゲーマーに認識されてしまい、売り上げは鈍り、とどめとばかりにソニー、プレイステーション、セガサターンが登場してしまい、3DO は一気に失速。また、家庭用には移植されていなかったカプコン、スーパーストリートファイター 2X、コナミ、ポリスノーツ、ワープ、D の食卓などのキラーソフトを続々とリリースし、巻き返しを図るも、一部のソフトは、タキシにも移植されてしまい、挽回には至らなかった。正直な話、パナソニックが絡んだ段階で、MSX3 という単語が浮かび、成功しないと思ったゲーマーも多かったのではないだろうか。3DO カンパニーは、後継機に 3DOM2 規格を制定し、64ビット化を図った上で他社に競合する腹積もりであったが、会社の経営が悪化、M2 規格はパナソニックが買収、後継機開発に乗り出すが、家庭用ハードとしての発売は断念、一部業務用にリリースされただけで消滅することになる。その後 3DO から離れたパナソニックは任天堂ゲームキューブの開発に参加。それなりの売り上げを記録するものの、任天堂ハードとしてはマイナーな部類に入り、互換機 Q をパナソニックブランドで発売するなどして奮闘するも、ゲームキューブユーザーですらそれ何と言われるほどマイナーな存在で、パナソニックが絡むと失敗するというレッテルを貼られることになる。しかし 3DO は最初に発売された光メディアを使った本格的次世代機として人々に記録され、ゲーム史にしっかりと名を残したということは覚えておいてほしいものである。さて、次回のゲームグラフィック TV は、ゲーム機メーカー任天堂としての基礎を作り上げたテレビゲーム6、テレビゲーム15を紹介します。